はい、ポケットモンスターピカチュウ版イエロー版ですね、実況プレイパート3やっていきたいと思いますと、またパーティー大体こんな感じのレベルに育ちましたね。ニドラメス全然育てないんですけど、まあミドラメスは一応ちょっと戦力として使うつもりはないということでですね、とりあえずこの5体のポケモンをしっかりと、育てておきました。まあ技とかもある程度充実してきているのでね、とりあえずまあマンキーバタフリーの2体で、次のジム戦頑張ってもらおうと思います。さあじゃあ行こうか。ちな、子供が何の言うだ、タケスに挑戦なんて1万光年早いんだよ。それ距離だよね。距離じゃねえや。ん？距離だな。1万光年は距離だよな。ディグだ。地面タイプやないかい。なんならこれだったら別に、あのマンキーじゃなくてもよかった。強い。吸収に食らっちゃった。これだったらむしろピカチュウでもいけるな。あ、いけるか。ピカチュウ電気技しか持ってなくねえか。電光石火があったー。そんな入んねえ。ちょっと待って、これだったら鬼スズメだ。タイプ1だからいくらか入んねえかな。そんな変わんねえな。よし。ほらな。一回回復してもらおう。最初は岩タイプじゃなくて地面タイプのポケモンっていうのがまた。どっちにしてもピカチュウの攻撃はほぼほぼ封じられてましたね。よし、よし、行こうか。来たな。俺はニビポケモンジム、リーダーのたけし。俺のポケモンにも現れる。硬くて我慢強い。そう、使うのは岩タイプばっかりだ。負けると分かってて戦うか。ポケモントレーナーの姿だ。いいだろう。かかってこい。そうですと。はい。レベル10。一応レベル10。ケタグリだー。やっぱた、ね、物理防御高いだけあって耐えてくるか。はい。よしよし。んで、次はバタフリーでいきます。まあ、岩タイプなんで攻撃とかおっかなそうに感じるんですけど、こいつらの岩タイプの攻撃技使ってこないので大丈夫です。技使いやすいようになるべく変えよう。ただ岩アークは攻撃力そんな高くないからね。お、こんなした。
ラッキー。意外と早いな。楽勝。君を見くびっていたようだ。僕に勝った証にポケモンリーグ公認グレーバッジを授けよう。はい。グレーバッジをつけてるとそれだけで君のポケモンは強くなる。フラッシュという技を持っているポケモンは戦ってなくてもフラッシュを使えるようになる。どうも。あとそうだ、これを君にあげよう。お、技マシン34。技マシンを使うとポケモンはすぐその技を覚える。ただしマシンは使いすぎだ。どのポケモンに覚えさせるかよく考えた方がいい。ところで技マシン34には我慢が入っている。攻撃されている時じっと耐えて後で一気に2倍にして返す。面白い技だ。はい、誰にも覚えさせません。よっしゃ、じゃあ戦いの傷を癒しましたら、次は、東にある3番道路を抜けて、2つ目のジムを目指しましょう。ほい。はいはい。次のジムに向けてとりあえず全メンバーレベル20ぐらいまでは育てておきたいですね。まあとりあえずはリーダーピカチュウからね育てていこうっていうのと、ちょっと待てよ、一旦にもうニドラメス置いてっちゃおう。誰かなパソコン。ねえ、ポケモンを預けるニドラメス。あと自分のパソコン。アウマップいらんな。技マシン34。ショップにでも寄ってモンスターボールとか買い足しとこうかな。オッケー。ではでは次の冒険へ。電気ショック。お、耐えた。電気ショック。せか。なんかあるか？なんもねえな。
誰だっけ、リクショック。お、まひ、ナイスナイス。よし、毒は勘弁だ。いいね。他のポケモンも戦わせるか。つつく。つつけつつけい。これなんかいっぱいいんな。ほらった。結構レベル高いな。よし。アーボ、バタフリでいこう。向こうの方がレベルは高いな。また相性はいいでしょう。それも効くね。あ、毒ったな。毒消し持ってないんだが、しょうがない、一旦帰るか。はいはい。お、いいね。に進め。
はい、オランセル、ニドロン押していけるか。OK、 急所、ナイスナイス。全部倒す。おやおや、レベルは高えな。レベルは高えが、相性がね。しかも急所。おしゃれ、ブラップ。お、ニドラン対決するか。いや、やめておこう。相手の方がレベル高いかもしれない。こっちの方が高かった。まあ、念力で。よしよし。オランセル、ニドランちょっと積極的に育てたいな。ダメー、これだんだん辛くなってくるんだよね。硬くなってくから。温存の体当たり、よし。プリンだ。プリン、もういいか。おー、やっぱやってくと思った。そっちかい。あんま変わんないかな。あー、寝かされた。どうせはたいてくんでしょ。
あぶな、ケタグリ。なんか新戦力迎えるとか言ってたけど、何を迎えよう。あ、落ちた。小池にね、はい。それで、コイキングを買いました。これさ、どこだ？これね、頼りないので有名なポケモン、海川池、水溜り、至るところを泳いでる。なんかの作品だとなんかね、スピードのことをしかするような、文章あるんだけど、こいつ素早さ13ってか、種族値で言えば80くらいなのかな。多分レベルの割に現状のパーティーの中でも結構早い方、種族値的に言えば多分これピカチュウとどっちの方が早いんだっけな。まあいい勝負だったと思う。まあ一応進化したらそれなりに強いんでね。ピカチュウで種族値が90なんで、ピカチュウの方がちょっと早いか。さあ、というわけでね、お月見山の攻略です。いや、まあでもとりあえずね、今回はここまででもいいかな。次回はこのお月見山を攻略していきます。まあいろんなポケモンここでも出てくると思うんですけども、まあ特別欲しいポケモンもいないかな。まあサクッと通り抜けてしまいましょう。そんな感じで、ポケットモンスターピカチュウ実況プレイのパート3、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまでいけるな。